いよいよ、今年も年が明けて初日こんないい天気で本当に皆さん心がけがいいと思います。今年こそやりたくなかったんだけども、どうも情勢が情勢でね、こんな状態なんで、ついに第3回迎えることになりましたけども、第4回はやらずに済むようになんとかみんなで力を合わせて、政治を変えていきたいと思います。餅を食っても忘れない 1.1 周回、周回始めたいと思います。この周回の出だしは、正月1月1日に横須賀から一人プラカードを掲げて官邸前に来てスタンディングをしている、横須賀のお父さん、それだったら1日、どこにも行く予定のない人、家族に相手にされない人、いろいろね、事情があって家にいられない人、みんなで、横須賀のお父さんに連帯しようということで、去年一昨年第1回始めました。一昨年は、約30名ほど集まりました。去年はねちょっと多くて40名ぐらい、今年は1000人とは言わないけども、どのぐらい集まるんだろうっていう期待もあったんですけど、皆さん頑張ってここまで正月なのに来ていただきまして本当にありがとうございます。とりあえずその前に、めでたくはないんですけども、皆さん明けましておめでとうございます。それからツイキャス中継を見ている皆さん明けましておめでとうございます。年は明けたんですけどもね、1週間ね、あと5日もしたら恒例の金曜行動がもう始まっちゃうんですね。で、切羽詰まって、なんですけども、行動日が非常に重なって、5日金曜日国会前合意行動から6日帰宅アクションがあります。帰宅アクションの内容は後で、帰宅の方が来ているのでちょっとお話ししていただきますけども、7日は、西武線高田馬場、それも、担当者が来ているので後で、宣伝していただきます。それと今日はですね、人数も少ないし、せっかく志を持ってきているので、できるだけ皆さんの気持ちをここで、お話ししていただけたらなと思っています。テレビカメラも新聞記者もいないので、思う存分日頃、心に溜めてある言葉をここで発散していただきたいと思います。それでは、始めたいと思います。最初に、呼びかけ人でもある、川口の小泉さんから一言、はい。川口から来ました小泉です。今日ちょっと家族に見放されてないんでちょっと早めに切り上げちゃいますけれど僕がここへ来たのが確かね2012年の、6月ぐらいから国会前に通うようになってきて、もうだから丸6年になるんですかね。そんなに続けて来られちゃったというか、せざるを得なかったというか、本当にとんでもない状況なんですけれども、でも去年はですね、核の一番の問題である核兵器をね、国連が禁止しようじゃないかという条約が結ばれました。でしかも戦争を終わらせるためにあれは必要悪だったんだよという議論があるけれども、核兵器っていうのは必要悪じゃない、絶対悪だというね、すごい明快なことを言ってくれました。そして広島高裁で地裁じゃなくて高裁ですからね、
ね、火山の影響を考えたらそんな伊方原発なんてとんでもないだろうという判決が下されました。だから僕らの声はまだまだ微力ではあるけれども、安倍政権を倒すまでに至ってないけれども着実に広がりつつあるんだなというふうに実感して正月を迎えたところです。今年1年もまた頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、毎年、福島から参加していただいています栗村さんの方から、一言、今日は奥さんにもお話ししていただきたいんで一言だけでもいいですから今日はお二人、別々にお話ししていただきます。はい、皆さん明けましておめでとう。まあ一応ですね、おめでとうございます。もう2018年になってしまったので震災から7年もうすぐですね。なのででも全然世の中変わってない状況なので一人一人が、まあ、意思表示して行動して生息していかなければいけないなと改めて思っている元旦でございます。随分堅苦しいことじゃなんか言っちゃうんですけど、で今回ですねちょっとお土産を何か持ってこようかなと思っていろいろ見たんですよ。福島県のこうでクッキーがいいかチョコレートがいいかって見たら大福がありまして、あ、餅を食っても忘れないなということでさっき2個落としちゃったんですけども、どうぞ一つずつ皆さん取っていただければと思います。ピンクのところありますんで、やばい、ウェットティッシュあります、取ってください。で私の住んでる、あ、お願いします。私の住んでいる南相馬市ではですね、今年の1月にですね市長選挙が行われます。現在の市長桜井市長は、民主系の流れを組む、人間でして、でそれに対抗して保守系の、ライバルが今回出ます。一騎打ちになります。1月21日、市長選挙が行われますので遠く離れた関東の皆さんもぜひご注目いただきたいと思います。1月21日です。よろしくお願いします。はい、以上です。はい、はい、ありがとうございます。引き続きまして奥さん一言どうぞ、せっかく来てるんです。時間がないんで10分以上はちょっと。おめでとうございます。しゃべることを何か考えてくれればよかったなと思うんですけれども、元旦から皆さんどうもご苦労様です。そうですね、年数ばかり経ってなかなか進む方向は違う方向に行くことの方が数えていくとこう多いような気がするんですけれども、皆さんとかこういろんな方がこうやって活動してらっしゃるのを見て元気をいただきながらまた自分ができることをやっていくしかないかなと思っています。それでも私が友達になっている、地元の若い30代のお母さんが、以前政治の話なんかも、お茶話として楽しくできるようになると一番いいと思うんだけどねっていうことを言ったりしていますので、若い世代結構自分でちゃんと考えを持っている人たちも多いのではないかなと希望を持っています。今私は子どもたちの暴力を防止するプログラムの勉強をしながら地元の方にそういったグループが一つ立ち上がらないかなということで、さっき の政治の話も気軽にできればいいんじゃないかなと言っていた若いお母さんととりあえず2人で頑張っています。嫌なことは嫌だ、そういったことが言えるような子どもたちを育てたいという人も福島県にたくさんいますので、皆さん応援してください。よろしくお願いいたします。私呼びかけの板橋の、山田と言います。やっぱりね、世の中ね、普通に暮らしてるとなかなかわからないんですね。福島原発の事故があって初めて、原発は危険なもんだ、人類とは
共存できないもんだけど、それまでもうのほほんと、電気いっぱい使えていいねみたいな感じで暮らしていて、あの事故のおかげっていうか、それで初めて大勢の人が原発はダメだというふうに気がついたと思いますね。50何基もある原発が、大勢の運動の中でね、まだ、現在4基ですか、動かせてないっていうのも私たちの運動があるからというふうに思いたいですね。で、週末、北区の方で、アクションをする、北区アクション野中さん、よろしくお願いします。北区から来ました野中と言います。新年明けましておめでとうございます。心から言えるように、早くに全ての原発は廃炉にして再稼働しないように願っています。北区でもこの希望のエリアの影響を受けてですね、私もこのスピーカーを用意したり、宣伝カーを自前で購入して頑張ってます。毎月6日の日は、秘密保護法だとか強行採決された、もう3年くらい前ですかね、暮れに、そして次々と共謀罪から、戦争法強行採決されています。これに断固反対して定例でもって宣伝活動をやろうということで、北区の地でも、赤羽、王子、田畑、その他でもって毎月6日の日、共同宣伝をしています。今度は昼間にやるということなんで、赤羽駅の西口から西口で2時から3時の間、たまたまこの6、7、8と希望のエリアの関係する団体の方もパレードやら反原発活動をするようですけれども、今回6日の日の2時から3時というのは、これも希望のエリアの運動の反映なんでしょうけども、6日の日に船橋の方でやるからそれにも参加するんだと言ってます。そのためでしょうか、今回は赤羽西口でのアクションは2時から3時になりますので、どうぞおいでください。一言球場の関係で言うと、北区には宝田明さん、若い人はご存じないかもしれませんけども、年配の方は映画俳優で宝田明さん、ご存じかというふうに思います。このところ、いろんなところで球場を守ろうという活動をしてますけども、私の願いという歌を出したんですね。で、印象に残ったんですけれども、子供のために未来のために、私たち一人一人の力で今の平和を残そう、戦争しない国を続けようという歌があります。そのうち CD も出てますので、購入して聴いてもらうといいかと思います。帰宅アクション赤羽駅西口、昼ですので6日の日2時から6時3時ということで行いますので、どうぞ時間を割いて参加してください。ありがとうございました。続きまして、翌日、1月7日、高田の馬場、西武線沿線の
アクションを行う、のぶさんが来てますので、よろしく。新年明けましておめでとうございました。1月7日、恒例になってしまいました、2012年ぐらいからずっとやってるんじゃないですかね。第6回です。6回もやりたくないですね、こんなもの。1月7日とかうちでこたつに入ってみかん食べてたいです。ちなみに私ここの先のあの昔のあのテント村のあたりで、紅白歌合戦で昨日出てたんですけども、1月7日、2018年1月7日14時西富山公園でスタートは14時半からでですね、西富山公園、高田馬場駅前、早稲田通り、穴八幡、最後富山公園前で終わりです。こちらにチラシがまだたくさん余っておりますので、ぜひですね、まだお持ちでない方はお持ちください。で、ここまでがあの半原発西武線宣伝号の、宣伝でありまして、これあのちなみに原発だけです。共謀罪ありません。秘密方法ありません。戦争法ありません。刑事訴訟はありません。で、私が今日言いたいのはですね、私の個人として言いたいのは、今私すごく見にくいちっちゃいバッジをつけてるんですが、あの緊急事態条項なんですよ。皆さんの中にもあの9条守れっていうのあると思うんです。で、実はですね、もう9条は解釈で潰されました。もうだってアメリカ軍の手先になって海外で戦争できるんですから、9条ないのと同じです。お前分憲法を作ろうか作らないものはもう関係ないです。ところがですね、緊急事態条項っていうのはですね、これも憲法改正じゃなくて作っちゃう危険性あるんですよ。だってあの安倍という人はずっと国難国難って言い続けてますからね。あの人が一番国難なんですけども、あの本当に地震が来るぞとかいうそういう話だけでですね、あの前回の地震の時何もできなかったとかいう話をしてですね、閣議決定で緊急事態条項を作って、で今の国会ですからね、あんな国会の強行採決やっちゃえばね、できてしまいます。で、とにかく皆さんにもですね、ぜひこの緊急事態条項、もうネットを探せばたくさんの人がたくさん書いてますので、ぜひですね、緊急事態条項だけはやらせないようにしてください。あれは本当にナチスが全権委任法ってやったのとほとんど同じです。あの何しろ閣議で決定したら全部法律になるんですから、だからそれが憲法違反の法律やろうが何だろうが、そんなもの全然止めようがないです。それから何が緊急事態か、それ全然定義がないです。あの内閣がですね、緊急事態だって言っちゃえば終わりです。言ったもん勝ち。で、その上いつまで続くかもありません。それからもう秘密方法あるわけですから、あのどんなことがあったかですね、全部秘密にできるわけですよ。ですから、あの皆さんもぜひですね、緊急事態条項、ぜひあの反対していってください。よろしくお願いします。今年も頑張りましょう。はい、ありがとうございました。いつもね、あの来たくても来れない府中のお父さんから、メッセージが来ていますので、ちょっと紹介いたします。餅を食って連帯、明けましておめでとうございます。今年も餅を食っても忘れない、3回目ですね。安倍をやめろと叫んでもう何年経つのでしょう。こんな首相が未だに居続けるなんて本当に日本の不思議です。原発再稼働はもとより、秘密方法、戦争法などの強行採決、森友家計など疑惑隠し、まだまだ医療、介護、教育など私たちの生活環境の悪化がますます増長されてきたと、そのことは皆さんもご承知の通りです。憲法改悪の動きが活発に動こうとする今日、さらに声を上げなくてはなりません。その声を人に届けなければなりませんね。
今日2018年の第1日目こうした餅を食っても忘れないの行動がその一歩になると思います。今日は集会に参加できませんが心から連帯し共に頑張っていきます。どこでも共闘、いつでも共闘、宇宙より。正月なんでね、ちょっと笑った方がいいかなと思いますので、ショート小話を。記者団から菅官房長官、官房長官、今年は安倍総理はえらい慎重にやるようですね。なんでわかるの？今年は安倍総理は石破を叩いて渡る。今日はね、本当に私が嬉しかったのは、このチラシを、このチラシをですね、5箇所ファックスしました。そのうち1箇所から電話が入って、新聞に、告知の記事を載せますけども、連絡先電話番号いいですかっていう、電話をいただきました。その電話を、了承して、新聞に載せてもらい、その新聞を見た方が私のところに電話してくださいました。川崎に住んでるんですけども、普段はちょっと、ね、金曜日、人が大勢いる中心配なので、今日は人も少ないだろうからぜひ行ってみたいということで、川崎からいらっしゃいました。ご苦労様です。まだまだ、発言したい方、はい、めでたくもない正月ですけども、今日1日私ども経済産業省前のテント広場もテントが撤去された後も大晦日も元旦も毎日欠かさず座り込んでおります。正月は日曜日タイムという感じでお昼から4時までやっておりますので、ちょうど4時でだいたい片付け終わりますけども、昨夜は先ほど話もありましたように NHK 紅白をぶっ飛ばせというね、テント紅白歌合戦をやっておりまして、夜中の12時までやってましたけど、そして明けて1月4日はいわば館長も御用始めということなんで、我々も去年は餅つきましたけど今年は自動餅つきで餅をついて、お昼から経産省前で餅を配りますので、よかったら寄ってください。で、あと私のやってるあのテント青空川柳会、1月7日の日曜日の午後1時から4時まで座り込みの中でやっておりまして、入選しますと豪華粗品がもらえるという結構な区会ですから、よかったら寄ってください。で、今年はあの新年でもありますので、テント青空会も2012年の1月からやってまして、もうかれこれ丸6年経ったのかな。で、あと私もやってます、あのレーバーネット川柳班とその後合同の新年会をやろうというようなことも考えましてやってまして、私は武器としての川柳っていうのは民衆の一つの伝統芸みたいなもんだから、力があるから、興味のある人はぜひ、参加して作ってみましょうというのをやってますから、意外と五七五ってのはあのみんなに伝播する力があるから分かりやすくて、ああそうだよなと納得いくようなものがあると広がりやすいですから、皆さんも何かの折には作っていただくと、少しプラスがあるかと思います。また今年は長いですけどいろんなことが良くも悪くもありそうですけども、みんなの力を合わせてさらに前に進みたいと思います。経産省前テント広場も
毎日やってますのでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。栗村さんより追加のちょっと報告があるんでお願いします。すいません、先ほどちょっと準備できてなかったので追加で今から見ていただきたい。福島局のディレクターが、以前八戸で見たらしいんですよ。でこれがあの南相馬市で上演されるっていうのを知って連絡来まして、その実行委員会の打ち合わせの時の取材に来ました。前日のリハにも来ました。当日も来ました。で中村さんの自宅まで行って取材しました。で NHK の人なんですよ、福島の。でそれを、地元の朝流れてる時間帯の、おはよう福島っていうコーナーで5分間にまとめて放送してくれました。その5分間のためにもわざわざ 4日以上わざわざですよね。でこれがうまくまとまってるのでちょっと録画してきたのでぜひ見ていただきたいんですが、音も小さいのでマイク使っちゃった。さんというとやっぱりモンジローを皆さん知ってると思うので、原発問題とかそういうことではなく、あ、中村さんの芝居だっていうので執着はできる力持ってると思うんで、その辺からちょっと取り組んでみるのも面白いかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。以上でした。すいません、よろしくお願いします。今ほど寒くないんですかというありましたが、ワーキングファンなんでコート買えないんですよ。はい、はい、で昨年中もいろいろお世話になりました。ありがとうございました。はい、で昨年ちょっと希望のエリアでは最後ヒトラーの権力掌握のプロセスということで、福市や原発に関する話はちょっとほとんどできなかったんですが、今日はまたもうリセットしてまた改めてまず福島第一の状況に関して固体廃棄物なんですけど、固体廃棄物の処理処分の方法を決めるために廃棄物を分析する大熊分析研究センターが福島第一の西の端っこに作られてます。でところがこの建物着工したのはいいんですけど、廃棄物を受け入れる第1棟、管理棟第1棟第2棟であるんですけど、第1棟の内装工事に関する契約が不調に終わりまして、
2018年度末には第1等運用開始予定だったそうですが、これが2020年度末頃に後ろ倒しになるということで、あの発表がありました。発表というか規制委員会の方になんかこっそり資料が出てたんですけどね。でただ数年単位の後ろ倒しなので固体廃棄物の処理処分が遅れるんではないかという危惧があります。まあこれに関してはまたちょっと続報があればお伝えしますが、はい。次に原発の状況ですね。全般的なんですけども、再稼働がなんか次々進められてるっていうことで、結構悲観的な武器もあるんですけど、私は必ずしもそう思ってなくてですね、まず少なくとも世界最大の人口規模、経済規模を持つこの首都圏を含む東日本、日本の半分は少なくとも311以来原発ゼロなんです。それは続いてるんです。それは大いに成果だと思います。であと原発の再稼働に関しても、いかだは地元の方たちや裁判の頑張りのおかげで止められました。で原子力村の自爆というか、三菱マテリアルや神戸製鋼の問題があって、玄海や大井の再稼働もずれ込むということで、今動いてるのは4機だけです。でしかもそのうち仙台1号は今月の末か2月の頭にまた定期検査で止まりますから、そうすれば動くのは3機ということになるので、一生懸命原発再稼働させようといろんなことをやって、 なんと5機にも届いてない。これは脱原発の大いな成果だと思いますので、これからも頑張って先に進んでいきましょう。また他にいいことがあってですね、若干ここでお話したかどうかちょっと覚えてないんですけども、原発が止まってることで原発の中で生成されるトリチウムの量が減ってますんで、311前と311後では海洋に放出されるトリチウムの量が8分の1に減ってます。でこれも原発が止まってる成果なんです。あともう一つ、人の問題。311前の被爆労働者の数と311後の被爆労働者の数を比較すると 1.9 万人減ってます。これはもう年間平均で 1.9 万人減ってます。これは規制委員会の方で資料をまとめて出してますんで、これもやっぱり原発が止まってることの成果なんです。確かになんか再稼働進んでるとかいろいろ報道されてるんで、なんかそればっかり見てると、あ、脱原発ダメなんだな、なんか負けばっかりだなとか思っちゃいますけど、実はそうでもない。かなり成果は上げてますんで、もうできればポジティブな情報もこれから発信していきますんで、これからも一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まだまだたくさんね、発言聞きたいんですけども、予定の時間、ちょっと過ぎてますので、これで、第3回の11集会は、終わりたいんですが、来年は第4回やらないで済むように、みんなで今年1年頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、行きます。はい、チーズ。はい、もう一回。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様。じゃあ、散策するので、待って。
ありがとうございます。ちょっと待って。よいしょ、撮った。撮りました。